松ほどとは、猿の腰掛け下の菌類の一種。学名は、ウルフポーリア・エクステンサ。赤松、黒松等の松属植物の根に寄生する。菌核は伐採後にから3年経った切り株の地下15から30センチメートルの根っこに形成される。古実体は寄生した木の周辺に接着性し、細かい観光が見られるが滅多には、現れず、球状の菌核の実が見つかることが多い。 金角の外装をほとんど取り除いたものを物料と呼び、食用、薬用に利用される。天然物しかなかった時代は、松の切り株の鎖具合から剣刀をつけて、先の尖まった鉄棒を突き刺して地中に埋まっている、物料を見つける、物料好きという特殊な技能が必要だった。中国では、昔から栽培されていたようだが、 1980年代頃より、おがくずば地に発生させた菌種を資金として、ホタギに植え付ける栽培技術が確立され、市場に大量に流通するようになって、価格も下がった。現在では、ハウス栽培で大量生産されている。北京では仏量を餅にして、あんこをくるんだものが、仏持餅、または仏強持餅の名で名物となっている。かつては、 宮廷でも食された高級菓子で生態校も好物だったという。現在は北京市内のスーパーでも購入することができる。薬用のものでは、雲南省に産する雲霊と呼ばれる天然品が有名であるが、天然物は希少であるためほとんど見ることはできない。日本はほぼ全量を輸入に頼っていたが、2017年に、 石狩市の農業法人が漢方薬メーカーの津村との協力で日本初となるハウス量産に成功した。金閣の外装をほとんど取り除いたものは仏料という気薬で利尿、鎮静作用等がある。安中産、京酒仏料丸、八味地丸、四君小湯、経皮湯、新部湯、従前大歩陶など多くの漢方法材に使われる。ありがとうございます。